はキストドンの指定数討伐です。行くか。いたぞ。あれがケストドンだ。今回も一人でやってみろ。ああ、気をつけろよ。よし、他の群れも探すぞ。気をつけろよ。ケストドンは小型のモンスターだ。森には大型モンスターも生息している。モンスター、環境生物、狩りに利用できるもの、周囲をよく見て覚えておけよ。こっちだ。こっちだ。こっちだ。ああ、気をつけろよ。
ケストドンの調査は完了だな。来てくれ。ここに痕跡がある。こっちだ。ここだ。ケストドンか。様子がおかしいな。新たなターゲットを緊急設定。ドスジャグラスを狩猟してください。準備ができていなかったら一度拠点に帰ってドスジャグラスのクエストを受注できますよ。行くか。メニューで救難信号を発信すると仲間に助けを求められる。手強い相手は仲間と協力して挑めよ。痕跡を見つけたらできるだけ集めろよ。特徴を覚えたシルベムシが対象へ誘導してくれる。いいぞ。順調に見つけているな。よし、痕跡も十分集まったな。シルベムシがドスジャグラスまで案内してくれるぞ。
ロックオンカメラを使えばモンスターを見失わずに済むぞ。スリンガーで発生する音を利用すればモンスターの気を引くことができるぞ。敵を回避するんだ。まともに食らわないように。うまく隠れることができていますね。このまま見失うのを待ちましょう。攻撃を開始するんだ。まともに食らわないように注意しろよ。モンスターが疲労しているな。こっちが攻める番だ。弾けくるみはスリンガーの弾だ。モンスターをひるませやすい特性がある。スタミナを使い切ると隙ができます。常にゲージを意識するのが狩りの基本ですよ。気をつけてください。
始めたな。シルベムシを頼りに追いかけるぞ。止まった。今がチャンスだ。おそらく巣に帰って休むつもりだろう。光桶はスリンガーの弾だ。壁などに撃てば周りを明るく照らせるぞ。モンスターからの攻撃に気をつけてください。うまく回避すれば体力を温存できます。
しよう。痕跡は もしや、行ってみよう。やはり奴がいる。かなり気が立っているな。あの痕跡は何だ。あんなの今まで見たことがないぞ。まさかゾラ・マグダラオスの。少し調べていきたいが、ひとまずじいちゃんに報告だ。戻ろう。なるほど。ああ。行くか。キャンプ設立が進み次第、プケプケの狩猟を行うぞ。調査資源管理所はどこかな。どうだ。
やだ、助かる。よろしく。じゃあ探索に行こう。門まで来てくれ。よろしく。今俺たちがいるのが調査拠点だ。この地図で探索したい場所を選んでくれ。今回の目的地は古代樹の森だな。お前がお前の力で道を切り開けば、探索できる場所は増えていく。楽しみだな。お疲れ様です。
よろしく。